今季に始まってから A1 ペースですよ。そうですね、はい、うん、今のところはいいペースで来れてます、ね、はい、ちょっとまたというか A1 になってもらって。そうですね、はい、はい、また A1 に帰れるように頑張りたいと思います、はい、なんか最近こういうの始めたよとか、ちょっと資格にチャレンジしようかなと思って。何の資格？整理収納アドバイザー。そういう資格があるんですか？収納のアドバイザーの資格を勉強してました。なんでその整理、何片付けが苦手だからとかそういうの？いや、もともとすごい好きで、はい、今年1年は自分の中でチャレンジの1年にしたいなって思っとって、2020年は、はいはい、新しいことにチャレンジしていこうってことで、うん、最近2級合格して、すごい、今1級にチャレンジ中です。すごいじゃないですか。どうでしょう、レーススタイルって言ったら。レーススタイルは、自在型を目指してるけど、うん、まくりの方が多いですね。いや、やっぱり高田選手ならまくりだよね。そうですね、はい、ね、結果的に見たらそれが多いです。で、レースの目標っていうのがあったら教えてください。クイーンズクライマックスの12人にまずは残りたいです。いや、勢いあるもんね。これからも一生懸命自分らしく走ります。最後まで諦めないレースするので見ていてください。